皆さんこんにちは、キワです。今日は木星ラケット対決です。木星ラケットといえばこちらのお二人ということなんですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、我々の世代ギリギリです、ね、ギリギリですよ、はい、始めた頃はこれでしたけども、はい、僕もあのテニス始めた時に両親が夜買ってきたラケットがウッドラケット、夜木製でしたので、テニスを始めて小学校1年生から始めて1年間ぐらいは使ってました、はいはい、僕も記憶がないぐらいに始めたので5歳ぐらいは多分これを使ってたんですけど、うん、ラケットが重かったのを覚えてます。すごい。だからね、僕はね両方両手打ちでしたよ。そうなんです、ね、スタートした時はい、やっぱこれ重いっていうのもあるし、はい、そうやって打ってました。そうやって打ってる人が多かった、うん、ウェアもちょっとウィンブルドンで、僕はあの下まで、はい、上から下までしっかりこう完璧ですね。完璧ですよ、それやるからに。 We'll take the world's number one. So please subscribe now. ルール説明をします。10ポイントの待つタイブレイクです。ガチで戦っていただきます。はい、まあ、このシナリオを生かして自分がどこまでプレーできるか、まあ、ちょっとネットプレーがやっぱり多くなってくるのかなと。あとはスライス、まあ、そこテクニックを自分で試しながら やりたいと思います。一番難しいのはね、多分ねサーブなんですよ。ちょっとねこう綺麗に当てるっていうことを特にサーブでは心がけて、スライスとネットプレーをうまく使ってちょっとウィンブルドン調にプレーしたいと思います。スターテニスアカデミー、お願いします。お願いします。丁寧に配球。ちょっとこれ振るというよりかは合わせた方がいいな。よし、0-1。おーっ、普通に3番登りしてきてる。うわうん、よし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 。スライス、やっぱコントロールだね。なんかちょっと外に振られるとラケットの重さが結構ずっしりくるな。1-1。はい、危ない危ない危ない。ちょっと今グラスコートみたいだった ねすごい低い球。ちょっと曲がってるから、はい、この曲がりを計算して打つか。ワンテうわノー、当たってないもん。よし、深いボールが。つい癖でね、上から下に振っちゃうんだだよね。2-2。はい、ユー、あー、ナイスショットです。ナイスボレー。来た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 。いや、いい試合だ。ちょっと今集中したな。2-3。はい、あれ見た。ナイスサーブ。ナイスサーブ。これ浮くな。けど何も違和感もなく振ってるとこがすごい、ね、楽しいね。いや、いいと思いますよ。この方がね、丁寧に打つね、やっぱね。3-3。はい、あった。あ、ナイス。けどいいサーブ。なんか飛ばないから、それサーバーのプレーとリターンダッシュが勝ち合っちゃった。いかに難しいボールを打たせるか。ちょっと振らないかんな、ボレー。やっぱ 4-3。 はい、ボルト、ボルト、ボルト。よし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 、ロブ上がれてセーバーとまではいかないけどリターンなしです。ロブ上がらん。
ラケットが変わってもな、スタイルは変わんねえからな。よし。44。はい。44。はい、さあ強気で。うわあ。ボディーサーブ効いたけど。ボディーサーブだった。ナイスサーブ。45。はい。あーし、打ち方分かってきたぞ。打ち方分かってきたぞ。やっぱね、この道具に対応しなきゃいけないですからね、僕らは。どんな当て方がいいのか。ゴーゴーよし、ファイボール。ボールと。あったちょっと打てないのも事実。パッシングショットが難しそうね。オールドプロ、それスピンで打ちたいでしょ。打ちたいけど、テイクバックがラケットが重くて、ね、そうだよ。 ここまで来たらこうスラスになっちゃう。よし、56。はい。おー、ナイスサーブです。当たっとらん。チェンジコートです。はい。いや、変にスピンに打ちに行くとダメだね。ちょっとフラットっぽく打ちに行かなきゃダメだな。面が小さい、分かってるけど。フェイスがなんか意外とどこ当たってるか分かんないんですよね。フィーリングで打ってるから。サーブが一番難しいかな、意外と。はい、66。アウト。ノーけど危ねえ、ボール1個分ぐらい。いいフィーリングだったけどな。もうちょっと飛ばさないようにしなきゃ。67。簡単なショット打てる。はい。うわあ、入った。すごい来た今。ブラボー。スライスのダウンズライン。これサーブ伸びたね、ボール。素晴らしい。来ましたね、今。なんか自分に、自分にやられたような感じだね、ちょっと。68。はい。よし。サーブ。まあまあスピード出てただろう、今。普通にサーブ。ノッノッノッ、フォルトです。ネット。ナイスショット。すごい。やったね、今。はい、ボール行きます。もう行け。返すの一生懸命だけど。マッチポイント。マッチポイントです。よし、97。1本1回。ギャー。よしりました。もう強気でいかな、リターン。強気できたね、今。よし、89。勝負だ。よし、89です。はい。ボルト。今セイバーだよ。今セイバーじゃない。確かに。セイバーでしょ、今の。あれ。よし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 。なんだそれ。さっきね、
ストレートに打ってエース取ったからもう一回打ちたいと思ってた。それは分かってた。疲れた。救急。はい、救急です。2点離れるまでですね。はい。はい。の。よし。悔しい。真剣。いやいや、サーブの感覚がだいぶ分かってきましたよ、これは。くそ。今打てばよかった。ウッドの打ち方ですね。いやでもハイボレーもね、怖い。ちゃんと当てなきゃと思って。よし。90。マッチポイント。うん、やあ。ああ。やあ。なんでだ。やりました、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。すごい試合だ。いやウッドラケットすごいね。いや大逆転して、まあ大逆転勝利ですけど、あの真剣にねやっぱやってるからこそ良かったです。あのやっぱこのウッドラケットの良さをねちょっとこうあの探る時間はやっぱ短かったですけど楽しかったです。いやーよかった。最後の高尾プロの3ポイントぐらいちょっと尋常ないですね、あのボレーといいリターンけど、やっぱ改めてこの木の難しさ、これで昔の方はやられてたなと思うと、我々テニスのレベルが高いんじゃないかって本当に思わざるを得ない。まあそれぐらいね木の凄さちょっと改めて感じましたね。今日は楽しかったです。ちょっと負けたけど、くそ、ウィンブルドンみたいでしたね。面白かった。Subscribe, subscribe, 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 subscribe。まあちょっとここシーンを外すとその後の結果が大きく、ね、うん、変わってきますね。ブレるね。今のラケットって性能がやっぱりいいから、ちょっと外しても行ってくれるね。そうです。飛んでくれますもんね。ここは本当にきっちり当てないといけないなっていう、うん、本当に難しさを改めて感じました。いつも以上に丁寧に ね。もうブレなんかもう完全にだね。スライスしか打てない。こんなグリップで打てないですよ。打てない。常にこうなっちゃうから。うん、そうですね。どうでしたかね、あのコートサイドで見てて。木製ラケットでやってるの忘れたくらい、いつも通りの感じ。サーブめちゃくちゃいいですか。はい、良かったです。まあね、こうサーブがね一番難しい。難しいというのはやっぱこのしなる分だけ、ね、はい、あのちゃんといい打点で自分の体勢といい打点で捉えないとやっぱピンポイントで入んないんですよ。だから狙ってるところよりもちょっとずれるのが分かってるから少し回転をかけようとする。でもね、目が細かいしやっぱ面も小さいから回転がかかりにくい中でかけなきゃいけないから、あのいかにね今のラケットが本当楽にテニスをさせてしまってるなっていういい要素もあれば、逆にその気にしなくてやってしまってることもあるので、ちょっと雑になる部分もあるなっていうのはこういうウッドラケットでやると分かりますね。はい、Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!